はいそれでは今日も読書レビューをしていきたいと思います一日一冊読書家のマルスですこのチャンネルでは私が一日一冊本を読んでその内容をご紹介していますこれまでに450冊以上の本をご紹介してきましたけれども、まあ、主にビジネス書とか心理学についてまた英語学習についての本なんかをご紹介することが多いですでその他のジャンルについてはチャンネルページに再生リストが作ってありますのでよろしければそちらからご覧くださいまたこの動画の説明欄にもリンクが貼ってあります で、今日ご紹介する本はこちらの mba より簡単で英語より大切な決算を読む習慣というタイトルの本になります。で、内容はですね。まあ、ざっくり言うとまあ、決算書をどのように読み解いていくかというような内容です。で、その読み解くというのはまあ、単純に通常理解するというだけではなくて、まあ、主眼としては？ その決算の、えー、まあ数字が物語っているその企業のビジネスモデルであったりとかまあまたどこにその競争優位性を持っているのかとかまあそういったところまで読み解いていくという意味でまあ読むというふうに言っているんだなということをまあ読んだ後に感じましたで今日はまあ三点面白かったなと思うところをご紹介したいと思いますでまず一点目この本の特徴としてまあ主にあのインターネットビジネスとかですねあの e コマースとかフィンテックまあ広告ビジネス携帯ビジネスといったまああのどちらかというと I T 系 で,ですね、ネット IT 系の、まあ、ビジネスについてあの各社が、まあ、どういった各社、各ビジネスが、まあ、どういった収益モデルを持っているのかということが、まあ、理解できますということです。であの、まあ、製造業とかですねあの、農業とかそういった分野については、まあ、あんまりあの事例がないんですけれども。 まあ先ほど言ったような業界ビジネスについて、まあ、決算書を分解してです、ね、例えばその他社と比較する、まあ、あの例えば楽天とヤフーを比較するとかです、ね、またその楽天とかヤフーが持っている広告ビジネスと、じゃテレビの CM による広告ビジネスというのはどう違うのかとか、まあ、そういった比較をすることによって、まあ、各社、各ビジネスがです、ね、どこでマネタイズしているのか、つまりどこで儲けているのかというところのまあ戦略が見えてくるということです。これはまあ非常に面白いいと思いましたあの あの実際、自分がま関わっているビジネスについてはあ,のある程度、そういうことをすることもあったんですけれども結構、よくよく読んでみるとですねあの特に自分が詳しい業界については例えばその設備投資によるキャッシュフローを見ただけであこの競合はこういうことをしたのかなとかですねあの利益率がこれぐらいっていうふうになっているわりに人件費がこんなにかかっているとこれもしかしたらここに力を入れているんじゃないかなとか、まあ、そういうことは分かるんですけれどもあの、まあ、自分があんまりその IT ネット系のビジネスを知らなかったということもありますし あとは、まあ、こういったビジネスというのがどれぐらい収益性が高いのか、まあ、そういったところを理解するのも非常に面白かったです。で2点目なんですけれどもあの、まあ、世間のビジネスモデルを理解することで、まあ、いろんなマネタイズの方法があるんだということを理解すると、まあ、ちょっと今1点目のところで少し言ってしまいましたけれどもあの、まあ、各社 あのまあ、自社の強みとかですね事業環境がどういう状態であるかと、まあ、その強みっていうのを生かしてさまざ、あ、まなマネタイズの方法があるんだなということが分かりましたで例えばですね、えーとまあ、自動車業界について書かれてるんですけども、まあ、自動車メーカーっていうのは、まあ、自動車業界、まあ、自動車事業のまあ収益性っていうのは結構落ちてきてると思います。今トヨタでも10%ないいと思いますしあの多分 えーと8%とかそんなもんだと思うんですけれどもあの一方で金融セクションというのがまあ非常に儲かってるとで、まあ、さっきも言いましたけどもその金融っていうのはです、ね、基本的にまあ金利で儲けるというビジネスということもあってあの利益率が高いんですね。 でえっ、ー、とまあ自動車っていうまあ金額の高いまあ製品を購入販売するにあたってあのー、やっぱりその周辺にはどうしても金融ビジネスが必要になってくるとでまあ、そういった特徴っていうのを理解をしてまあ、トヨタた金融ビジネスでも受けてるとまあこれは日産本田も同じようなえ業態みたいなんですけれどもまあそういうことが分かったりとかですねあのー、非常に面白かったですでえっ、ー、とまあ、自分の業界でまあどういうモデルビジネスモデルが成立しているのかっていうところをまずは疑ってみて、えー、あの改めてゼロベース で考えてみるということができるまあきっかけになるんじゃないかなということが分かりました、えー、とあと他面白かったのは ZOZO の付け払いとかですね えとまあ、この本の中で、まあ、実は初めて知ったんですけれども ZOZO っていうのを使ったことないんですけれどもその付け払いっていうのは、えー、と最大いくらかまでの、えー、支払いを2ヶ月延期できるんだったかなで手数料がまあ300円だか500円だかかかるとで、まあ、それを計算してみると大体顧客平均単価っていうのが1万円ぐらいで,で2ヶ月で例えば500円の手数料で、えー、付け払いができますっていうふうになると。 えとそれというのは、まあ、つまり1か月あたり、まあ、2.5%の金利で、えー、あのお金を借りているのと一緒なんですよね、1万円の買い物をするのに、えー、2か月で500円無駄に支払っているわけですから、まあ、2.5%の金利ということですね、で月利で2.5%というふうになると、まあ、年利換算すると相当大きくなるわけであって、まあ、つまりあのクレジットカードの利母払いと同じようにです、ね、まあ、明らかにその消費者に不利益が、えーまあ、被るようなビジネスモデルになってると。ただ、まあ、あのその付け払い,という まあネーミングセンスの巧みさであったりとかまた DOZO を使っている、まあ、若年層がまあ、お金、まあ、キャッシュフローが良くないということを、まあ、うまく利用してまあそういったビジネスで儲けてるということですねまあ、この辺も非常に面白いなと思いましたで最後3点目なんですけれどもあのこの本の中でまあ、後半にですねその M&A ってあの マージャーアクワイヤーかな、ちょっと吸収合併ですね、についての、えー、と話が書いてあります。で、えー、とその吸収合併をしたとき、M&A をしたときにですね、その決算書がどういうふうに変化をするのか、その、まあ、主にバランスシートがどういうふうに変化をするのかっていうことが、まあ、理解できるというところです。で、まあ、例えば基本的なところで言うと、まあのれんっていうのは何ですかとか、 えっとまあ、そのバランスシートが変化をした時に、まあ、各社はどういうふうにその事業をバランスさせてリスクマネジメントしているのかとキャッシュフローを保っているのかっていうことがまあ説明されてましたで例えば、えっと、面白かったのはそのクレジットカード事業っていうのをまあ始めようとするとあの、まあ、あのクレジットカードっていうのは基本的にお客さんが先に支払いを完了して後から払い込むっていうパターンなのでどうしてもそのキャッシュフローが遅くなるというかあの遅れるんですよね。でまあ、そううするとどししてもあの貸し倒れのリスクが えー、ある程度出てきてきしまうとだから、えー、どうするかっていうと、まあ、その銀行っていうものを、えー、自社の中でビジネスとして一、まあ、つ持っておいてで大きなキャッシュフローっていうのを持っておくとでそうすることによって、まあ、あの一方ではお客さんにお金を、えー、まああの何て言うのかな、えー、か貸し倒れのリスクがある事業をやっておきながらで一方では、えーまあ、そのある程度キャッシュリッチに、えー、持っておける、まあ、銀行ビジネスっていうのを持っておくと。 ちょっとあの理解が少し間違っているような気もしますけど、はいまあ、あの要はクレジットカードと銀行ってまあ2つの,、えー、あのビジネスを持つことによってまあバランスシートのリスクを下げてバランスシートがうーん変わった時にその事業リスクっていうのが低くなるようにバランスさせているというようなことが行われているそうです。 でまあ、そのほかにもですねその日本会計と米国会計の違いっていうものについても説明されていたりとかあの非常にあの学ぶことが多いなという印象でした。でまあ,あのその場合に今、まあ、例えば日本の大企業が、えー、海外の企業を買収しようと思った時にどうしてもその会計基準の違いっていうのがあってまあのれんの焼、えー、却っていうのがまあ一定なのか例えば途中であのまたその価値を計算し直すのか、えー、まあその辺りの都合を理解してないとなかなか日本企業の人が上の人に にまあ買収を提案するときも苦労しますよといったようなまあ、リアルな話であったりとかあのまあ、非常に勉強になりましたはいであのまあ、えーまあ、全体の感想としては非常に面白い本だったと思いますんであの私もこれからですねその決算書っていうのをまあ、特に最近本決算が結構いろんなあの会社さんから出てますのであのその辺を見てですねあこの業界はこれぐらいの収益性なのかとか、えー、なんでこれぐらいの収益性なのにやってけってるんだろうとか。 あのそういったことをまあ,あの考えながら決算を読んでまあ、ビジネスの感覚っていうのを磨いていければなというふうに思いました。はい今日は以上になります。よろしければチャンネル登録とグッドボタンの方をぜひよろしくお願いします。失礼します。